260年以上の歴史あるデンマークの新聞、ベアリングスケ・テイズネは10月12日、政治犯が殺されるとき、信仰者が臓器倉庫と化すとき、と題する2本の署名記事を掲載しました。2ページ全体を使って掲載されたこの2本の記事は、カナダの著名な弁護士、デイビッド・マタス氏へのインタビューをまとめたものです。政治犯が殺されるとき、と題した記事では、 マタス氏が10年にわたって収集した資料とデータによって、中国の臓器移植産業は、主に両親の囚人への殺戮という基礎の上に確立されたものと指摘しています。信仰者が臓器倉庫と化すときと題した記事では、最新の調査報告に基づき、中国では毎年1万人の交流者が虐殺され、臓器を摘出されていること、虐殺された人のほとんどはファールンゴン学習者であることを報じています。 中国共産党のファールン号への避難キャンペーンにより、中国ではファールン号学習者から生きたまま臓器を摘出するという異常な犯罪が国家により承認されているため、普遍的に行われており、医者は殺人をさせられていると指摘しています。